座は後部橋まで走り、向こう側の右岸を向こう側駅まで南下したのだ。その後は天宝線に沿って北上して帰ったのだ。ちょっとばかし寝坊したこともあってめっちゃスピード出して走ったのだ。区間によっては1キロ5分台で走ってる箇所もあったのだ。いつも1キロ8分台で走ってるが、今日は平均的に1キロ7分以下になったんじゃなかろうか。暗い時間はやっぱり走りにくいな。強力なライトを買わねば。JR の電車が走ってるのだ。ライトアップが綺麗な向こう大橋だ。小川駅に近づいてきたぞ。この駅は川の上にホームがあるのだ。三宮に向かう電車がやってくるぞ。今度は梅田に向かう電車がやってくるぞ。電車と追っかけっこだ。猫ちゃんいたぞ。ハチワレくんだ。西大島の市場を通り抜けるのだ。天宝線をずんずん北上するのだ。
コギルに異境を登るのだ。三宮に向かう電車がやってくるぞ。